ちゃんです。イエーイ。本日の企画は減量飯企画です。イエーイ。はい、今ちょっと目の前に美香さんがいるんですけど、そうですね、はい、はい、仲良く一緒にさせていただいてます。あたしで、まあ、雑誌の撮影期間前ということで、1日の減量ご飯をご紹介できたらなって思ってます。私がいつも気をつけていることは、ストレスをまず溜めない、うん、あんまりこう食べないっていうことはやめて、まあ、ある程度好きなものを食べるっていうことは心がけてること、あと、まあ、見て明らかこれは体に悪いなと思うものは食べないこと。やっぱ人ってこう食べるもので自分ができているから、そこは気をつけているところです。それではどうぞ。じゃーん、じゃーん、ただいまランチです。イエーイ。で、オープニングで美香さんといるって言ったんですけど、今美香さんと一緒にランチしに来てます。はい。でご飯も一緒で、お魚さん、タンパク質豊富なお魚さんです。てってれー、美味しそう、美味しそう。まあ、一緒に雑誌撮影期間前ということで、気合を入れて頑張ろうということで、ね、今日はお魚さんにしてます。めちゃくちゃグッドです。じゃあいただきます。はい。魚の油はいいって言うからね。あ、そうなんですか。そう、それは初知りです。本当にいいよ。美味しい、うん、グッド、美味しい、イエーイ。じゃあ引き続き食べていきましょう。夜ご飯に来ました。これだけでこれで外食が多いんですけど、ここはライアンという渋谷のお店で、編集長から教えてもらったお店です。お蕎麦もあるし、お肉もあるし、お野菜もあるし、全部本当に味も美味しくて、おすすめのお店でございます。で今日はお蕎麦をメインに食べに来たんですけど、あと、まあ、お刺身も、お刺身とお蕎麦と温かいそば茶で食べていきたいと思います。お蕎麦が来ました。はい、期間中はですね、基本的に朝はバナナと、まあ、昆布茶ですね。絞って今この4月の期間中はですね、ジムと筋トレですごい今体を追い込んでるので、運動前にはバナナがいいって聞くので朝バナナを食べていきたいと思います。ダイエット期間中にですね、気をつけてること、食事で気をつけてることは、やっぱ炭水化物を抜くこともそうなんですけど、野菜が結構メインで多いです。で昼間とかもなんかあんまりお肉が一番大好きなんですけど、お肉というよりかは、まあ、魚を食べたりとか、まあ、サラダとか、まあ、日高でも一番運動するんで一番食べますね。はい、ってことでお昼ご飯です。イエーイ、イエーイ。はい、ということでね、はらちゃんと今ご飯に来ております。イエーイで今実ははらと合流する前にキック行ってきたんですよ。はい、まあ、もう汗かきすぎてさ、状態おに悪いんで大丈夫。めっちゃ可愛いです。大丈夫です。
ってことですね。まあ減量期っていうことでキックからのお腹空いてやっとランチってことですね。確かに。腹立ちです。一緒だタンパク質ね。はい、食べていきたいと。食べていきたいと思います。いただきます。はい、美味しいです。ということで夜ご飯を、食べていくんですけど、夜ご飯は基本的にほぼあんま食べないです。食べるとしたら本当にサラダ、お野菜だけとか、今夜はちょっとゆで卵なんですけど、このゆで卵1個とか、だいたいいつも夜はこの昆布茶置き換えをしています。ってことで卵いただきます。はい、ということで片目かの減量期のね、減量メニューということで、引き続き映画撮影期間に向けて頑張っていきたいと思います。はい、それではいただきます。まあ昆布茶クレンズの軽く作り方を説明します。なんか本当はキャップがあって、そのキャップに入れてこう作るんですけど、私は自分の感覚で入れてます。炭酸水はお腹が膨れて、結構炭酸も自分が好きなので炭酸水です。こんな感じです。作り方は至って簡単です。では肝心のね、冷しゃぶの方を食べていきたいと思います。絶対美味しいですね。ポン酢って何にでも合うから結構いいんじゃないですかね。ヘルシーで。Another tear just burst from the side of your eye. 味はめっちゃさっぱりで超美味しいです。多分これは女の子に結構人気あるんじゃないかなって思いますね。ぜひ参考にしてみてください。はい、それではいただきます。初めて作ってみました。鶏の胸肉はカロリーが低いので、今回作ってみました。初挑戦でね、やってみました。うん、美味しい。成功しました。かなり相性抜群です。バジルとレモンと鶏の胸肉があれば簡単にできて、カロリーも抑えられるので結構これはおすすめかなと思います。はい、朝食は春雨の卵とオイコスです、はい、いただきます。春雨を食べていきますけど、今は減量飯っていうことなので朝食としていっぱい買いだめしてます。カロリーがめっちゃ低いんですよね。なんか私もともと朝めっちゃがっつり食べれるタイプなんですけど、お母さんに朝めっちゃ食べるのやめた方がいいよって言われたことがあって、そう、なんか朝食べると太りやすくなるよって言われてから、朝食は結構軽めに控えるようにしました。はい、次オイコスを食べていきます。このブドウのオイコスが期間限定でたまに出てるんですけど、私これめちゃめちゃ大好きで、そう、おすすめなのでよかったら食べてみてください。タンパク質はやっぱ筋トレとかした後にオイコスってよくいいって言われるので、そう、筋トレもちょこちょこ家でやったりしてて、オイコスも買いだめしてます。冷蔵庫にめっちゃ入ってる。ということで朝食は春雨とオイコスでした。氷を入れます。入れますね。
スムーズにかけるだけです。完成したので、まあ、コップに入れるか海をこっちに入れます。はい、あの特製いちごバナナブルーベリー豆乳スムージーを飲みます。うん、おいしい。朝は本当は食べた方がいいんですけど、本当に時間ない時はスムージーとかかな。飲み終わったんで次はお昼ご飯か夜ご飯、お昼お腹空いたら。はい、ということでお昼ご飯はアボカドとマグロのポキ丼とクリームソースです。いただきます。うん、おいしい。はい、では早速夜ご飯を作っていきたいと思います。今日は鍋、一人鍋をしたいと思うので、ちゃっと作っていきたいと思います。今日は初めて料理姿を見せるかもしれませんが、よろしくお願いします。はい、じゃあまず、あいみは絶対ご飯を食べたいので、16穀米、これをご飯に入れます。で白菜と豚肉ともやしを入れてやっていきます。まずこのぐらいの一人用の鍋に水を530ぐらい入れて調味料を今から入れます。みりんと白だしとオイスターソースを大さじ1ずつ入れて1回火をつけます。鶏ガラスープを小さじ2ぐらい適当に入れます。で、温めてる間に野菜切っちゃいます。で、適当に白菜を入れて蓋を閉めて待ちです。はい、ということで夜ご飯が完成しました。白菜の鍋と、明太子の残りがあったんですけど、あとご飯ですね。いただきます。で、あゆみは20分前にこの漢方を飲むようにしてます。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。てな感じであゆみの夏営業前の減量中のご飯はこんな感じです。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。以上、あゆみでした。バイバーイ。